濃い見込み客をどうやって探すのか、SNS 運用で最も重要なことです。で、この方法に関しては、正直誰でも簡単にできます。ほとんどの人がやってる間違った見込み客の探し方というのがどういう感じかっていうと、はい、どうも中島です。今日の動画は、Twitter で濃い見込み客を見つける方法というテーマで話をしていきます。SNS で失敗する一番の原因というのは、ブログでフォロワーの あブログとフォロワーの属性が一致しないことですね。まあ、よくあるのが筋トレブログをやっているけど、フォロワーのほとんどがブロガーみたいなパターンです。これね、本当によくあります。SNS 伸ばしたいんですって言ってる人でもこうなってる人が多いので注意をしてください。だってブロガーさんって筋トレに興味ないじゃないですか。 だからその人が自分のね、筋トレブログに来てくれて、何かサービスに申し込むっていうことはないわけです。だから、そのフォロワーがどん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 増えていったところで、別に自分のブログにはそこまでプラスにならないんですよね。なので、まあそういう風な運用していたらね、失敗してしまう可能性があるから注意をしてください。で、重要なことは、狙った属性に合った見込み客を探すことです。まあそうすればね、ブログとフォロワーの属性が一致するからです。 で、今日はツイッターで濃い見込み客を見つける方法を教えていきます。で、この方法に関しては正直誰でも簡単にできます。何かセンスがいるかって言われたら全然センスとかいらないです。自分の努力次第でね、フォロワーを絶対に増やすことができるから今日の動画を楽しみにしてください。で、筋トレに興味ある人を集めればいいって分かってるんだけど、そういう筋トレに興味ある人どうやって探せばいいのって思ってる人多いと思うので、 今日の動画ね、最後まで見てください。で、今日の内容が分かると、自分が見本にするべき SNS アカウントとか、あとは、まあ、仲間みたいなのも見つけることができます。今日の動画見てね、参考になった勉強になったことがわからないなど、何でもコメントいただけると嬉しいです。コメントもらえると動画投稿の励みになるから、一言でもいいからコメントを残してください。で、今日ね、SNS のフォロワーを集めて、ブログで収益を上げるっていうことを前提に話をしています。はい。では、早速本編やっていきましょう。 今回ね、見込み客っていう言葉がたくさん出てくるんですけど、まあ見込み客っていうのはフォロワーと同じような意味合いだと思ってください。まあなんでかっていうと、最終的にフォロワーさんをブログに呼んで売り上げを上げることを想定しているからですね。筋トレに興味がない人とか、あとは筋トレに興味はあるんだけど、ちょっとしか興味を持っていない人っていうのは薄い見込み客ということになります。まあ筋トレにそんなに、まあ、興味がないんでね。自分が筋トレブログをやってて、そのブログに ま、もし来てくれても売り上げにはつながりにくいです。で、逆に筋トレを本気で頑張っている人、すっごい頑張ってやっている人っていうのは筋トレにすごい興味があるので、まあ、最終的にね、商品とかサービスに申し込んでくれる確率が高いです。なので、こういう人は濃い見込み客ということができます。この濃い見込み客をどうやって探すのかというところが SNS 運用で最も重要なことです。 で、SNS で失敗する人はね、見込み客ではない人とか、もしくは限りなく薄い見込み客を集めている状態になってしまっています。まあ、そうなると SNS 経由での売り上げっていうのは上がらないわけです。まあさっきの例で言えばね、自分が筋トレブログやっているけど、自分のフォロワーはブロガーさんばっかりみたいな。まあそういう人をいくら集めてきても、筋トレのグッズとか売れないわけです。ほとんどの人がやってる間違った見込み客の探し方、 というのがどういう感じかっていうと、筋トレに興味ある人を探したいから、筋トレっていうキーワードでツイッター検索すればいいと思ってやってる人ね。そんなことやったことないですかこれやったことある人多いと思うんですけど、このやり方、まあダメです。このやり方だと恋見込み客っていうのは集めることができないです。で、筋トレの濃い見込み客を集めるために筋トレで検索したらいけない理由は、そうやって筋トレで検索をするとね、筋トレっていうキーワードを含んだ投稿している人は確かに見つかるんです。 でも、それってね、筋トレにそこまで興味関心がなくても全員がヒットしちゃうわけです。要は自分が筋トレにそんなに興味なくても、別に筋トレっていうのをね、何かの話の文脈とかで入れた時に、それが全部ヒットしちゃうので。なので、そういうキーワードで検索をしても薄い見込み客しか集まらないんです。まあ筋トレって書いてる人が全員筋トレやってるとは限らないじゃないですか。だからそこに対して、まあ自分も筋トレしてますって言ってコメントしに行くとかっていうのはできないですよね。 だって、その人は別に筋トレとかそんなにしてるわけじゃなくて、なんとなく筋トレって呟いたぐらいなので、その人と交流をしたところで、まあ自分のフォロワーさんになってもらうことも難しいし、その人が最終的にブログに来て、まあお金をね、何か商品とかサービスに申し込んでお金使ってくれるとかっていうのは難しいわけです。どんな人が見つかるかっていうと、孫正義さんの名言みたいなのを呟いてる人のハッシュタグで筋トレって入ってたりとか、あと毎日の習慣にしてることを教えてください。 っていう質問箱に対して筋トレとか言いたいけど毎日はしてないんだよな、みたいな人とか。まあ筋トレしてない人ですからね。まあ好きな人ができたので筋トレとバイトを頑張ろうと思いますとか。そんな人が出てきます。で、こういう人と交流していくっていうのはかなりしんどいはずです。まあ時間っていうのは有限なので、そういう薄い見込み客全員と交流するのは難しいんです。まあもちろん薄い見込み客って言ってもその中には本気で筋トレやってる人もいるんです。でもその割合っていうのが少なすぎるって話ですね。だから出てきた1万人みたいな。 人とみんな交流できるんだったら、もちろんその中には恋見込み客っていうのも一定数100人とかいるかもしれないですけど、現実的にできないじゃないですか。なのでそういうね、誰でも知ってるような言葉で検索してもダメなんです。じゃあどうすればいいのっていうのをここから解説していきます。で、恋見込み客を見つける方法は、やっている人しか使わない専門用語で検索することですね。例えば、プッシュアップっていう言葉知っていますか このプッシュアップっていう言葉を知ってるとかピンとくる人はスポーツしてた人とかあとは筋トレしてる人かなと思います。で、ほとんどの人はプッシュアップってねピンとこないんじゃないかなと思います。で、プッシュアップ何かっていうと腕立て伏せのことなんです。で、普通の人は腕立て伏せって呼ぶじゃないですか。だから腕立て伏せって呼んでいる人の中にはまあ小学生でも腕立て伏せ知ってますよね。だからまあ誰でも知っている言葉、誰でも使う言葉なんでそういう言葉で ま、検索してもね、薄い見込み客しか見つからないわけです。で、筋トレをしっかりしている人は、結構、プッシュアップっていう言葉を使うわけです。まあ、筋トレのメニューとしてね、まあ、プッシュアップを一日何回やるって決めてる人がいたりとか、まあ、プッシュアップ何回しましたみたいなことを言ったりするわけです。そういうプッシュアップっていう言葉を使う人は、濃い見込み客の可能性が高いんです。売れたて伏せっていう言葉は、全員、まあ、ほとんどの人が知ってるけど、プッシュアップっていう言葉になると、知らない人が多いから。 で、これ実際に検索してもらうとめちゃくちゃよくわかります。自分のツイッターで一回検索してみてください。筋トレって検索してもらうと筋トレしてない人も大量に表示されるわけです。というか、表示される人のほとんどが筋トレしてない人とか別に筋トレをメインにこうやってるような人じゃない人が表示されます。でも、プッシュアップって検索してもらうと現在進行形で筋トレしてる人がほとんどです。まあ他のね、こうトレーニングメニューと合わせてプッシュアップしましたとか。 プッシュアップのやり方はこうだとか、なんかそういうのをツイートしている人が多いんです。まあ自分のね、時間っていうのは有限なので、濃い見込み客との交流に時間をかけていくっていうところがすごく重要です。で、ここでじ、あの、覚えておいてほしいのが、使う言葉っていうのは属性によって大きく変わるっていうことですね。今回、プッシュアップっていう言葉を使ったんですけど、こんな専門用語っていくらでもあるじゃないですか。 筋トレ関連の専門用語でもいくらでもあるんです。だから見込み客っていうのはいくらでも見つけることができます。この見込み客が見つからないっていう話をよくされるんです。まあ自分は、まあ例えば筋トレでブログをやってるけど、筋トレをしてる人とか筋トレに興味ある人ってどうやって見つけていいかわからないっていう人が多いんですけど、それはね、探し方が悪いだけなんですよね。実は探し方っていうのがあるわけです。で、そういう濃い見込み客を見つけた後にやるべきことは、もう普通にね、フォローしたりとかコメントしたりとか、そういう交流をしていけば OK です。その辺はリアルな人間関係と同じです。まあリアルに、 まあ知らない人とかね、共通の趣味を持つ人と仲良くなっていく過程と同じです。まあ筋トレ頑張ってる人だったらね、同じように筋トレしてる人から声かけられたら嬉しいじゃないですか。まあそういう濃い見込み客に対しては自分も筋トレやってますって交流を始めることができるので、それで大丈夫です。でも、さっき言ったみたいな、ただの筋トレっていうキーワードをつぶやいてる人に対してね、まあこういう人は薄い見込み客なんですけど、自分も筋トレやってますっていきなり声かけたら怖いですよね。まあただの筋トレばからと思われて気持ち悪がかられるかもしれないから、そこは注意をしてください。 で、一回ね、そういう人と交流を始めちゃえばめちゃくちゃ楽になります。それは筋トレ好きのフォロワーとかフォローしている人っていうのは同じような筋トレ好きが多いからです。 SNS ってフォローしている人とかフォロワーっていうのは誰でも見られるような仕組みになっています。なので自分が交流している人のフォローしている人とかフォロワーに人脈を広げていくことで楽にまあ人脈をね広げていくことができます。で、交流がある人を辿っていけば圧倒的に人脈が広がりやすくなるっていうことですね。なので毎回毎回ね、そうやって検索して一から交流していくっていうことをしなくて済むのですごく楽になります。まあ仲いい人の中いい人は自分も仲いいみたいな。 まあそうやってね近し、近しい人の知り合いの知り合いは知り合いみたいな感じです。で、そういう時はいいねしてるような投稿っていうのもすごく参考になります。まあ筋トレ好きにね、たくさんいいねされているような投稿をしている人っていうのは筋トレのインフルエンサーの可能性が高いので、まあそういう自分の SNS 運用の見本にすべきアカウントっていうのもこの方法で発見することができます。 で、今回、プッシュアップっていうのを例に解説したんですけど、専門用語って無数にありますよね。だから、ブログ属性に一致した人が SNS で見つからないなんていうのはありえないんです。まあ、思考停止になっちゃうとね、なんとかができないみたいにすぐ考えちゃうから、そこは思考停止にならないように注意をしてください。例えば、ブログとかでも、サーチコンソールっていう言葉ありますよね。まあ、Google が提供している Google の 検索結果のパフォーマンス確認するためのツールなんですけど、サーチコンソールっていうものは、まあ、この言葉を使うのは初心者から上級者までみんな使うわけです。だから、サーチコンソールみたいなキーワードで検索しても、まあ、いろんな人が検索で出てきてしまうと。でもこれを、サーチコンソールをね、サーチコって呼んでるのは中級者以上のことが多いんです。初心者の人だとサーチコンソールをサチコって訳すことを知らないので、多分サーチコって聞いたら誰それっていう人が結構多いんですよ。 でも、サチコって聞いて、あ、サーチコンソールのことだなって思う人はブログ結構やってる人です。同じように制約率を CVR で略す人も中級者以上の可能性が高いです。まあ初心者だったらね、そうそう制約率っていう言葉を知らないとか。 ま、制約率っていう言葉を知っていても、それを CVR って略すことを知らない人が多いので、ま、CVR ってコンバージョンレートの略なんですけど。はい。なので、ブログを本気でやってる人をもし探したいんだったら、ブログっていうキーワードで検索してもダメなんです。それは、ブログをやってない人でもブログって普通に呟いちゃうことがあるので、ま、大量に出てきてしまって、薄い見込み客しか見つからないので。なので、ブログを本気でやってる人を探すんだったら、サチコとか CVR っていうキーワードで探すっていうのが正解ってことですね。 はい。もう属性によって使う言葉が違うっていうのは絶対に覚えておかないといけないことですね。で、今回解説した方法で、需要の確認っていうのもすることができます。例えば、専門用語で検索してヒットする投稿があるかないかっていうことですね。そういう投稿がほとんどないんだったら、そもそも SNS で需要がないから、そのジャンルでフォロワーを伸ばしていくっていうのは難しいです。SNS で需要がないジャンルで伸ばすのはね、ほんと至難の技で、 この需要を作り出していくっていうのはフォロワー数が何十万人とか100万人以上いるようなトップインフルエンサーぐらいしかできないので。だからそういうところで伸ばそうっていうのはね、かなりコスパが悪い。かなりやめた方がいいです。で、今回の方法で探せるのは濃い見込み客だけじゃないです SN。SNS をやっていく上でフォローすべき人というのも発見できます。例えば見本になるインフルエンサーとか、あとは同じジャンルで頑張っているブロガーさんとか、あとは属性に一致した見込み客ですね。 そういうのもすべて見つけることができます。まあ、SNS 集客でね、一番重要なことっていうのは、濃い見込み客を見つけてくることです。そういう人が見つかれば、そういう人と交流することでフォロワーを増やすことができるからですね。そういう濃い見込み客とか濃い属性っていうのを集めてくることができれば、自分のブログに誘導して、そこで売り上げを作ることができます。なので、自分が狙いたいユーザーが使う言葉っていうのをよく考えてみてください。この辺はアイデア次第でいくらでも広がります。 まあこう考えるとね、SNS はまだまだ可能性しかないので、まあこれからね、ブログで稼ぎたい人は、SEO だけじゃなくて SNS っていうのもやっていくといいんじゃないかなと思います。以上を参考にしていただけると嬉しいです。今日の動画が参考になったと思ってもらえたら、高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。ブログで困ってる知り合いたら、ぜひウェブショック t v を紹介してください。コメントもらえると、動画投稿の励みになるから、一言でもいいからコメントいただけると嬉しいです。ここが参考になった、これはわからない、これはやってみたいなど、コメントをいただけると嬉しいです。 ま、気軽にね、コメントを残してください。ブログノウハウをもっと勉強したい人のために無料メール講座もやっています。メールアドレスだけで登録できるから、概要欄からぜひチェックをしてみてください。最短で SEO ライティング期待で SEO ライティング実践講座もやってます。講座内ではプロのライターがマンツーマンで記事の書き方を指導しています。最短で高品質な記事書きたい人にはおすすめの講座になっています。お試しもできるのでね、興味があればぜひ概要欄からチェックをしてみてください。で、今日の話を聞いてね、どう思いましたか そんな方法があったのかってワクワクした人も多かったんじゃないかなと思います。まあ僕自身がね、この方法を考えた時はかなりワクワクしました。まあ今までどこにいるかわからなかった恋見込み客をいくらでも見つけられるようになったからですね。 はい。人脈が広がっていくと、逆に見込み客の方からね、こっちを見つけてもらえるようになります。で、そこまで行っちゃえばすごく楽なんですけど、そこに行くまではね、自分から積極的に、そういう見込み客と交流するように意識をしてもらうといいです。まあ、今日の話はね、多くの人にとって SN、SNS 運用の大きなヒントになるはずです。まあ、SNS でね、フォロワー伸ばしたい人は、今日の動画をぜひ参考にしてください。ということで、今日の動画は以上になります。ありがとうございました。今日のアベメモです。稼ぐためには、濃い見込み客、フォロワーを多く集めることが重要。 自分の属性の専門用語で検索する。手本にすべきインフルエンサーや同じ属性の仲間も見つけることができる。見つけた後は積極的に交流しよう。